ナの日ふふあの今の時代は自家用車を持ってますと言っても誰も驚く人いませんけれども、40年ほど前にはこの自家用車を持っている家ってほとんどなかったんですよね。数えるほどしかありませんでした。ですからあの持っている方はこうやって休みの日には車を洗って磨いたりとか自慢げにこういう光景もよく見られたんですけれども、そんな乗用車を私たち庶民にも買えるものにして運転の楽しさ、自動車の便利さを教えてくれたのがこのパブリカなんです。パブリカ、そして今日は日本の国民車パブリカの試作車が発表された日です。昭和31年、今から43年前の今日9月22日のことでした。日曜日、東京の官庁街霞が関。労働組合の仲間の人たちもうちが一番早く買ったから、四輪車っていうのはな、みんな自転車で走ってる頃だったから、あ、嬉しかったです。ちょっと花が最高ですよ。GHQ により乗用車の生産を禁止されていましたが、昭和22年、小型自動車に限り年間300台の生産が許可され、手をこまねいていた日本の技術者たちは勇んで国産車製造に取り組み、それでも昭和24年、GHQ の自動車生産制限が解除されると、各自動車会社は競って車の生産を開始。でも日本の会社はまだまだ技術が低かったことから、外国の自動車メーカーと提携。日野自動車が生産したフランスのルノーもそんな一つで、これはタクシーとして大変な人気となりました。初乗り60円と、他の車より10円安かったのがその秘密だったようです。昭和20年代後半になると人々の暮らしにも少しずつゆとりが生まれました。自動車ショーなどが開かれ、自家用車への夢が膨らみます。そんな中で誕生したのが軽自動車。スクーターの免許でも乗れる自動車として人気になりましたが、値段は30万円前後と当時としては高価で、性能もまだまだでした。昭和30年、経済白書は戦後経済最良の年と報告。日本は高度経済成長へ向かって歩み始めます。この年、通産省は国民車構想を発表。当時、普通乗用車の値段は大学卒の初任給の200倍以上と高価で、これを庶民にも手の届くものにしようという構想でした。
条件は最高時速100キロ以上、定員4人、価格は25万円以下。この条件を満たせば援助を行うというもので、当時クラウンを発表していたトヨタは早速国民車の名に値する小型車の開発研究に着手。調査はそれ以前から進めていたこともあり、すぐに試作車の製造に取り掛かります。車体は実物大の室内模型を作り、実際に人が乗ってみてドアの開閉方向、4人座れる座席の配置など細かな検討が重ねられました。一番問題だったのは新しいエンジンの開発です。小型軽量化のためエンジンも空冷式とし、なんとか国民車としての条件を満たそうとしました。こうして計画着手から1年余り、昭和31年の今日9月22日、パブリカ試作車を発表。日本の大衆車の幕開けでした。憧れの車が自分たちにも手に入るかもしれない、人々の期待は膨らみ、試作車にはさらに条件を完全に満たすための改良が加えられていきます。そんな中、昭和33年に登場したのが軽自動車スバル360です。 360cc エンジンで時速90キロを出し、価格は42万5千円。昭和38年、とどめ吉高さんは長男の誕生記念にこの車を購入。給料が3万円余りだった時代に20回ローンを組み、月々2万円近くを払っていたそうです。これは買えるなと、でまた買わなきゃと。まあ2番目のお嫁さんでもあったような。もうあれですね、買い難い大事なものだったですね。一般サラリーマンがあのクラウン、まあ、当時のクラウンダットさんの要するに普通車ですね、は買えなかったんじゃないですか、どんなに無理しても。スバル360は爆発的な人気を博し、各自動車会社は競って軽自動車を製造販売。車を購入した人は最高の貴重品として靴を脱いで裸足で乗り込む人もいました。人々の夢は着実に実現に近づき、庶民が自家用車を持てる時代は間近に迫っていました。トヨタは小型車の時代が来ることを予測し、さらに試作車の改良を進めます。車体やスタイルも一新、名前も大衆を意味するパブリックと車のカーを合わせてパブリカと決定。昭和36年6月、ついに純国産小型車パブリカを発売。大人4人乗りで最高時速100キロ、価格は39万9千円でした。通産省の構想より少々値段が高かったものの、やっと庶民にも手が届く車の誕生と注目の的になりました。全体的なコストに限度があるとすると、何かを犠牲しなきゃいかん。でやむを得ず、豪華性というか、あるいは外観の見てくれの良さといいますか、見てご立派であるとか、クロームメッキでピカピカ光ってるとか、あるいは内装のシートの織り物がそのビニールでなくて少し豪華であるとかっていうようなところを省いちゃったわけですよ。やむを得ず。パブリカは室内を徹底的に簡素化。ところがこれがあまり評判が良くなく、人々にはどうせ車を買うなら豪華なものをという思いが強かったようです。そこでパブリカはより内装を良くしたデラックスやオープンカーにもなるコンバーチブルを発売。これで人気はうなぎ登りとなります。映画やテレビで見て憧れていたアメリカなどの一家に一台車があるという生活が近づいていました。その後、日本の各自動車会社は競って新しい小型車を開発販売。日本は急速に車社会となり、
車開発の技術力は世界でも認められるようになって海外の市場へと乗り出していきました。パブリカはこうした大衆車の先駆けとなり、日本の車社会の礎となった車です。懐かしいでしょう、ね、今もうすごい話がもう車の話で、あ、やっぱり戦前戦中の話になると思います。はい、思い出があるんでしょうね。あるでしょ、そりゃ、初めて乗った時の記憶ってあります？車ですか？車に、自家用車、やっぱり自動車ってのは憧れでしたからね、でも今の風新鮮ですね、新鮮素敵ですね。いい、あのコンバーチブルなんてすごくかっこいい、かっこいい、ね、私はあのオーナーの皆さんにご協力いただきました。あの形永遠ですよね。いいですよね、ブリック、はい。さあ続いて今日はあの、はい、なるほど納得じゃなくて明日、あ、なるほど納得ですね、はい、あ、びっくりした。次のコーナーなるほど納得、明日秋分の日でしょ。そうですね、おはぎのお話。おはぎと健康って日本人すごい考えてるんですね。そうなんですよ、はい、おはぎはこの季節をね代表する大変健康食品だというお話をしてみたいと思います。今日は何の日、あの今の時代は自家用車を持ってますと言っても誰も驚く人いませんけれども、40年ほど前にはこの自家用車を持っている家ってほとんどなかったんですよね。数えるほどしかありませんでした。ですからあの持っている方はこうやって休みの日には車を洗って磨いたりとか自慢げにこういう光景もよく見られたんですけれども、そんな乗用車を私たち庶民にも買えるものにして運転の楽しさ、自動車の便利さを教えてくれたのがこのパブリカなんです。パブリカ、そして今日は日本の国民車パブリカの試作車が発表された日です。昭和31年、今から43年前の今日9月22日のことでした。日曜日、東京の官庁街霞が関、仲間の人たちもうちが一番早く買ったから、四輪車っていうのはな、みんな自転車で走ってる頃だったから、あ、嬉しかったです。ちょっと花が最高ですよ。終戦直後の日本では自家用車など夢のような存在でした。街を走る車は進駐軍のジープやトラック、ガソリンが不足していた時代で、バスも薪を燃料とした木炭車、たまに見かけるタクシーも戦前の車を改良し木を燃やして発生させるガス。91万円、大学卒の初任給が200円という時代で、とても庶民の手に届く値段ではありませんでした。それでも昭和24年 GHQ の自動車生産制限が解除されると、各自動車会社は競って車の生産を開始。でも日本の会社はまだまだ技術が低かったことから、外国の自動車メーカーと提携。日野自動車が生産したフランスのルノーもそんな一つで、
これはタクシーとして大変な人気となりました。初乗り60円と他の車より10円安かったのがその秘密だったようです。昭和20年代後半になると人々の暮らしにも少しずつゆとりが生まれました。自動車ショーなどが開かれ自家用車への夢が膨らみます。そんな中で誕生したのが軽自動車。スクーターの免許でも乗れる自動車として人気になりましたが、値段は30万円前後と当時としては高価で性能もまだまだでした。昭和30年、経済白書は戦後経済最良の年と報告。日本は高度経済成長へ向かって歩み始めます。この年、通産省は国民車構想を発表。当時、普通乗用車の値段は大学卒の初任給の200倍以上と高価で、これを庶民にも手の届くものにしようという構想でした。条件は最高時速100キロ以上、定員4人。